豊野町立東、野瀬小学校は、大阪府豊野郡と豊野町にある公立小学校。豊野町の東部を校区とする。明治時代初期に、当時の野瀬郡牧大、桐畑、与谷、川尻、野間口の5家村を校区に、第3大区第4中区,11小区第4番小学校を設置したことに始まる。その後学校の分離や統合を経て、1880年代後半までに、 東野瀬村を校区とする東野瀬神城小学校に再編された。1955年に高山地区が茨城市から東野瀬村に編入されたことに伴い、同地区を茨城市立清志小学校校区から東高校区に編入し、同地区に高山文校を設置した。高山文校は1980年以降には、 高山小学校として独立校となったが、児童数減少のために2005年に本校と統合している。また1958年に、牧寺田地区が京都府亀岡市から東野瀬村に編入されたことに伴い、同地区を亀岡市立西別院小学校校区から東高校区に編入している。1990年7月から1993年3月に、 かけて、新人教師、黒田康史氏による、最終的に豚を飼育して食べるという授業が行われた。その模様は1993年7月12日の、フジテレビ系情報番組、今夜は、好奇心。内で放送され、2008年11月1日には、これを題材に、豚がいた教室として映画化された。コークは、希望が丘、夜や霧畑、期待、川尻、 寺田、鉱山などがある。ありがとうございます。